第2次バルセロナ包囲戦は、スペイン提唱戦争における戦闘の一つで、1706年4月3日から27日にかけて、スペインフランス連合軍が、イングランド・オーストリア同盟軍が守るカタルーニャの中心地バルセロナを包囲した戦いである。イングランド・オーストリア同盟軍は1705年9月の第1次バルセロナ包囲戦で、バルセロナを スペイン軍から奪い、カタルーニャ・アラゴン・バレンシアを根拠地として、カスティーリアのフェリッペ・ゴッセイと相対した。対するスペイン・フランス連合軍は1704年8月にジブラルタルを占拠され、奪還に向かい9月にジブラルタル包囲を開始したが、マラガの海戦で、フランス・スペイン連合艦隊はジブラルタル進出を阻止され、 1705年3月21日のマルベラの海戦でポルトガルから出港してきたジョンリーク率いるイングランド艦隊にフランス艦隊を撃破されたため4月にジブラルタル包囲は中止となった。バルセロナ選挙から動きはなかったが4月3日にフランスの将軍テッセハク・ルネド・フルーレがバルセロナに進軍マドリードからフェリペ5世も合流してバルセロナ包囲が始まった。 カタルーニャを拠点としていたカール大公はバルセロナに籠城してスペインフランス連合軍に抵抗ジブラルタルからリークが艦隊を率いてバレンシアに駐屯していたピーターバラ博チャールズ・モードントとジェームズ・スタンホープらと合流しバルセロナ救援に向かったピーターバラはスペインフランス連合軍がカタルーニャに釘付けになっている暇にマドリードを落とすことを提案したが リークが却下してバルセロナに向かうと慌てて艦隊に乗り込み出航した。スペインフランス連合軍は4月21日にバルセロナの付近にあるムンジュイックの砦を奪いバルセロナを伺ったがイングランドの援軍が来たことを知ると27日に包囲を刺して撤退した。同盟軍は後期を逃さず6月にカール大公ピーターバラがカタルーニャ・バレンシアから出陣。 ポルトガルに中途にしていたゴール英博ヘンリー・デマシュも進軍して6月29日にマドリードを奪取した。フェリペ五世はマドリードから逃れたが同盟軍はそれぞれの連携が取れず8月に撤退10月4日にフェリペ五世がマドリードへ復帰した。スペイン戦線は仕切り直しとなったがフランスの援軍を得たフェリペ五世は反撃に出て 同盟軍と戦っていった。ありがとうございます。